こんにちは、玉先生やで今回は暗記系のノートの取り方を教えるわ日本史世界史あたりの暗記系で特に使える方法やけど普通に古文文法暗記とかでも使えるしあと音になった時の四角の勉強とかっていうのも資格って基本暗記メインなところがあるからものすごい役立ってくれるはずやでまあとにかく暗記に強いっていうことやななんでこれがええのかとかどういうふうにいいのかっていうのを今から教えるから自分でもいろんなことに応用してみてな まず、暗記系っていうことやけど、暗記って言うたったら、一番のポイントは、とにかく繰り返して繰り返して繰り返して頭に入れるっていうことや。脳みそっていうのは、ちょっと生物学的な話になるけど、怖い体験とか嫌な思い出っていうのを忘れたり、脳みその中を必要な分だけで円滑に進められるようにっていうことで、イラモンは基本的に捨てるっていう。まあ、脳みその中をきれいに掃除しとくっていう風な感じやな。そういう状態に非常に近い感じになってんね。 せやから、どんな人でも必ず忘れるっていうことが起こんねんな。ということは、どういうふうにノートを作るかっていうと、忘れないノートの作りっていうふうなわけにはいかんねや。人間誰しも忘れてまうからな。せやから、忘れないノートやなくて、忘れた時にもう一回思い出せるノートっていうふうなのを目的としてノートを作らなあかんで。そうや。つまり、繰り返し繰り返し何回も使うノートっていうことや。せやから、玉先生流のノート術1個目は、ノートは基本的に2色って感じやな。 つまり、後からもう一回やって思い出したいとか覚えたいっていうようなやつをオレンジペンやピンクペンで、後の部分は鉛筆で書くみたいにすんねん。ちょっとポイントやで、ね。大事なところやからオレンジペンピンクペンで書くって言うんやなくて、もう一回思い出したいところをオレンジペンピンクペンで書くねん。せやから、なんて言うのかな、こう、オレンジ率ピンク率っていうのは、こう、ものこそタコなる気がするで、ね。それはなんでかって言うたったら、もうペンの色でピンときてるとは思うねんけど、赤シートとかで隠して、何回も何回もやれるようにするためやね 教科書とかの大事な部分を緑ペンで塗るっていうのもええー、と思うでそれやったらわざわざノートみたいに書かんでええから楽やししかもそれによってただの教科書があっという間に一問一答の問題集に早変わりやねん大事なとこやから色ペンで書くっていう風なんやなくて結構細かいやつでもテストに出そうなやつはどんどん色ペン使って書いてあったるっていうのは重要やこれはな実際やってテスト受けてみたりもしくはテスト勉強してたらすぐ分かることやねんけど 実際な重要なところっていうのはもうインパクトもあるし何回もやるし重要やからっていうことで基本的に頭からこびりついて離れへんことが多いねん。それよりもむしろそういう細々ちっさいことの方が頭から抜けやすくてせやから何回も繰り返さなあかんっていうことでそういうやつこそ繰り返せるようにピンクペンオレンジペンで書かなあかんっていうことになるわけや。これほんまにな使えるからやってみるとやで。さらにっていうことやけど そうやって隠して何回も何回も繰り返す問題集として使うときにも思い出しやすいようにっていうことで、下手でええねん、簡単でええねん、ちょこっとでええねん。せやから、なんかイラストとか落書きとかっていうのを書いとくとええと思うわ。ほんと、ええ下手やから書かれへんっていうやつでも、もうほんと簡単でええねん。しかも、え特になんかこう、絵にすることないって思ったとしても、もうほんとに落書きでええんよ。例えば、もうほんとご飯とか、コッペパンとか、とにかく何の絵でもえええし、いろんな絵を書いたったらええねん。意味なくてもええんやで。 ほんとな、やっとる時に繰り返しおったら、ああ、なんかあそこの隅にゴキブリ書いてあったわとか、セーブ御用達、ちょっとお高いプチロールケーキスペシャルサンダー書いとったわとか、なんかもうほんとな、あのそういうので思い出したりするからな。ほんまにどんないでもええねんで。ほんで、そうやってノートができたったら、あとはオレンジペンで何回も何回も繰り返すと、もうほんとな、何これっていうぐらい頭に残るからな。しかもテスト前とかで、その辺もバッチリできたってなった時に、さらにおすすめなのが、 このノートっていうやつを友達と一緒にやるね。すると同じ授業を受け取ったとしとっても、やっぱりこうノートの大きさとか字の書き方とかポイントとか改業の具合とかページ数の具合とか、あと横に書いたイラストとかの違いとかで、意外となんか違うノートの感じに出来上がってて、ほんでお互い交換して赤シートとかでやってみたりすると、本当に覚えてへんかったらできてへんみたいないうようなこととかも起こるね。 これによって、ほんまにな、なんかその、うっすら覚えてたやつとか、自分のノートでやったら解けるっていうのの応用力みたいなのがつくからな。ほんまにテストとかにも強いなだで。まあ、とにかくな、やってみたらわかるわ。むっちゃ点数伸びるしわかるようになるからな。こう、ほんまおすすめやから、いいの悪いのとかって言う前に、とりあえず友達誘って一緒やってみてな。これが暗記系ノートの作り方、使い方や。どうやわかったかほんで、最後にちょっとこう、おまけとしてっていうことやけど、注意点っていうのを話しておくな。ここで説明した通り、 やっぱりこう暗記系のノートっていうのは何回も使って何ぼ、みたいなところがあんねん。ということは、そうや。何回も何回も書き直すもんやないっていうことやねん。でも、そうなると、じゃあ最初から完璧なノートを作らなあかんのかってなるわな。でも、最初から完璧なノート、受験に使えるノートって言ったら、レベルが高すぎて勉強の内容深すぎて、そんなんもう分かれへんってなるし、かといってじゃあ分かる内容だけでとか授業の内容だけで書いちゃったら薄っぺらくて受験に使われへんってなる。せやからどうしたったらええのかっていうと、 基本的に後から書き込み書き足せるように必ず間間に隙間をつけてやってくっていうのがポイントや。さらに年には年をっていうことでルーズリーフにしていつでも1枚2枚って突き足せられるようにしてったりとかあと広めの付箋紙これは結構俺も使ったな。これによってちょっと付け足したいみたいなやつっていうのには困らへんくなった。まあ確かにその付箋の下のやつが見えにくくなるからあくまで最終手段っていう風な感じやけど一番えのはせやからまあできるだけ隙間を開けてやっておくっていうことやで。 でもまあ、こうしてしまうと、その、日本史世界史なんて文字数がいっぱいあって、できるだけたくさん書かないかんことが多い中で、さらにお前隙間を開けろ、言うたったら、もう1ページの内容がうっすーみたいにな、むっちゃ薄まったりすることもあるかもしれへんから、まあこれは他のアニメとかラジオとかでも言ってたみたいに、なんか単語単語で文章を書くとものすごいえと思うで。まあ例えばで言うたったら、おじいさんは山へ芝刈りに行きました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。とかも、じ、山、芝刈り。 ババアん洗濯みたいなな俺肉好きみたいななんかこうロボット語的な感じやな単語単語で書いておくとええー、ともうでこれでノート作りのポイント注意点とかっていうのはおしまいや暗記系のノートっていうのはやっぱこうたくさん書くおとが多くてかさばることも多いと思うけどこういう注意点を守ってノートを作ったったらばかなり効果的なえー、ノートができると思うからみんなも頑張っていいノットに育ててみてや。 他にも今のポイントを使っていろんな教科やいろんな場面に応用できると思うし大人になってもいろんな場面で使えると思うからいろいろ応用してみてな。ほんでこんな応用してみたとかこんなにも使えたよっていうのがあったらいろいろ教えてくれると嬉しいわ。ほな今回のまとめはこんなところや。みんなでどんどん楽しいノートを使っていこうな。